屋内の電気に注意しろ。シェーン、俺酔っ払っちまったようだ。ここはゲーセンか？まさか、インベーダーなんて置いてないぜ。それなら、水をくれる。いいが、水が欲しけりゃ金を払え。車でも故障したのか？とりあえず北に行きたいんだ。俺は南行きだ。あいつに聞いてみろ。はあ、どうぞ。おいおい、マジかよ。すみません、北に行くんですか？どこまで？できる限り北へ。どうぞ。ヒッチハイカーは好きじゃないが、乗せてってやる。で、何をした？誰から逃げたんだ？国中を旅してるだけ。いろんな場所を見たくて。バッグも持たずにか？大慌てだったんだな。身軽な旅が好きなんだ。俺は一人旅が好きなんだ。ダーツで決めないか。3回投げて、僕が勝ったら乗せて、負けたら一杯おごる。じゃあ2杯。ちょうど退屈してたとこだ。27点、お前の番だ。よし。悪くないな。初めてじゃない。ラウンド2だ。47。あれは25点。おいおい待てよ、ただ酒をやるつもりはないってか。よし、最終ラウンド。おおどうにか踏ん張ったな。おい、慌てて勝負を台無しにするなよ。僕の勝ち？イカ様でもしたのか。勘弁してくれよ。注文は？茶色の髪の18歳くらいの少年を探してる。モーテル銃撃事件の関係者よ。あんた誰だ？現場にいたの。まずい。殺かよ。ここがそんなガキの来るとこだと思うのか？
行け、俺に任せろ。で、あんたたちどうなの？そいつは私の相棒を殺した。死刑は免れないわ。本当に警官か？そんな格好で。今日は非番よ。個人的に調べてるの。ああ、見てないな。あなたはどう？若い子を見かけなかった？あんたかなり若いな。聞いてることだけ答えて。なら、そうだな。ここにはシェーンがいて、あいつは晩飯を食いに来たジーンで、カイル、いや、ライルだったか。少年を見たの？見てないの？どうかな。もし見たら、あんたをうちに呼んでやるよ。まあ、あんたなら、今すぐうちに呼んでもいいがな。正直に言え、ニュース通り殺をやってスクールバスも吹き飛ばしたのか？それは…いいから、さっさと答えろ。やったのか？僕は、やってない。残念だ。お前を少し気に入ってたんだがな。待った、乗せてくれるんじゃ。その話はなしだ。アリゾナ州のモーテル、デザートドリームにおける殺人事件で指名手配されている18歳の内部の情報筋によると、地方検事は死刑を求刑。危険ですので、決して接触しないようにしてください。番号案内です。アリゾナ州ツーロックのドーランドさんにコレクトコールを。お名前は？ディーンからと。はい。あ、ディーン様からコレクトコールです。嘘、繋いでください。ずっと電話待ってた。バネッサ、助けてほしい。え、どうしたの？今ユタにいるけど、お金がなくて、寝るところも。待って、落ち着いて。今ユタに？何かトラブル？警察に追われてる。何もしてないんだ。なのに。え、何の容疑？強盗に関わっちゃったんだ。でも、やりたくてやったわけじゃない。引きずり込まれただけなのに、警察に犯罪者扱いされて。リン、あなたを信じる。本当？あなたはそんな人じゃない。私にはわかる。こっちも最悪だったの。父さんにマリファナの袋が見つかって、外出を禁止されて、勝手にあなたを薬の売人だと決めつけてるのよ。本当に？父さんはおかしいのよ。
今どこなの？それとレイクシティのサブリナホテルの近く。じゃあ部屋を取ってあげる。食事を頼んで体を休めて、後で電話を。バネッサ、やっぱり私もそこに行く。でも期末試験は？試験はいいの、今は友達を助けたい。ダメだよ、こっちに来たら危険だ。ソルトレイクシティには行ったことある。変わってるけど安全よ。でも本気？心配しないで大丈夫。私の名前で部屋を取る。じゃあ後で。後悔するかもしれないが、今の俺にはこいつが必要だ。そうだな、マーロン。2年間続いた禁止を破っちゃいけないよな。おい、どうしたんだ？誰かいるのか？眠ってたのにあなたに殴り殺される。お菓子作り？俺の家に勝手に。窓が開いてたもの。バイクがパンクして大変だったの。子供たちとははぐれるし、ずっと逃げ回って、今はただゆっくりシャワーを浴びたい。いいかしら？服を着たらさっさと出てってくれ。え？ポール、そんな。あのモーテルは俺にとって最高の場所だったんだ。それをあんたと息子たちが台無しにした。私たちのしたことが許されないのは分かってる。謝るならジョイスにしろ。家や商売、気づいてきた全てを一瞬にして失った。信じて、時計の針を戻せるなら。謝りに来たわけじゃないだろ。他に行くあてがないの。今頃は国境を越えているものだと。計画が失敗したのよ。昔はあんたが自分のベッドにいるのを想像したもんだが、こんな、クソ。聞いて、ここに来るまで大変だった。ドブで寝て、ゴミを漁って、昨日の夜なんてイカれたホームレスに切りつけられたわ。またいつもの作り話か。それで俺が何でもすると。もう騙されないぞ。作り話？じゃあこれも自分でやったとでも？
シャロン、ニュースじゃ大騒ぎだぞ。ニュースではタイラのことは何も言ってない。はぐれたんだっけ？あのバイクのせいで警察に追いつかれたけど、あの子が追い払ってくれるって教会で落ち合うはずだったけど、二晩待っても来なかった。どこにいるのか。でもタイラーは警察がデールに、私の可愛いデールにしたことを見てる。だから逃げ切るわ、必ずね。ごめんなさい。ジェイはどうしたんだ？あいつ逃げたよな。あの子一人で逃げ切れるのかしら。どうか無事でいてほしい。神様お願い。馬鹿げてるわ。数千ドルのためにこんな有様よ。家族の命を守るためのね。全部ベアのせいよ。まったく。昔はお互い夢があったわ。私はバーを繁盛させ、あなたはバイクで全米横断。あれはどうなったの？ねえ、人生こんなものなの？シャロン、他人の人生に口出しなんてするべきじゃない。だから俺のことはもうほっといてくれ。それが望み？わざわざ俺の望みの話をしに来たのか？指名手配犯なんだから町を出たらどうだ。ベアはいつも町から出してやるって言ってた。ダンテも私を。シャロン、あの頃の君はみんなから好かれてたよ。あなたいつもダメな男を選ぶって言ってたね。あの頃の俺はバカだった。君が耳を貸すと思ってた。バカだったのは同じよ。あなたを選んでれば。シャロン、俺に興味を持ったことなんてないだろ。惹かれてたわよ。当時はたまたま付き合わなかっただけ。私たちずっと仲は良かったわ。借金取りが来た時も、頼れる人がいない時も、あなただけは助けてくれた。おい、ちょっと待て。それってまさかあのことか？私たちが追い詰められてたのは知ってた。だからあの金庫の番号を教えてくれたのは。何をするか分かってたら絶対に番号を教えたりなんかしなかったのに。くそ、俺はなんてこと。ねえポール、とりあえず一杯どう？もちろん飲みたくてたまらないが、もしそれを口にしまったら。ポール、忘れてた、ごめんなさい。私がバカだった。いい？あなたのことは絶対に誰にもバレないようにするわ。必ずね。でもこういうのは本当に嫌だけど、あなたに助けてほしいの。まあ、なぜか嫌な予感がするんだが。もうちょっとは落ち着いてよ。このまま何もしなくたって、お互い刑務所行きには十分なことをしてきたでしょ。でも逃げられる道はあるわ。ダンテの帳簿を改めて見てみたけど、あれはただの賄賂じゃないわ。あいつは犯罪者からお金を受け取って国外の口座に送ってるの。金庫のお金はダンテの取り分に過ぎない。本体のお金はベリーズの銀行にある。その詳細もここに。名前も身分証もいらない。パスワードを伝えればそれだけでお金が手に入る。でも私には無理。すぐに見つかって終身刑よ。だけどあなたならダンテの本性を暴いて報いを受けさせてやりましょう。あいつの人生が崩壊する頃には私たちはここにはいないけどね。
あなたと一緒になればなんて信じてくれないでしょう。でも今日私が本気だって証明するわ。この田舎町でこのままお酒を飲んで現実逃避するか、私と一緒に楽園で暮らすかよ。これがうまくいけば姿をくらますことになる。あんたは二度と息子たちに会えないんだぞ。だからってあの子たちを助けられないわけじゃない。いつかどうにかするわ。あなたは私を助けてくれた。今度は私の番よ。一緒に来て。ねえポール、お願いよ。お願いされても無理だよ。俺にはできない。シャロン、本当にごめん。一体誰かしら。さあ、ポール、俺だ。開けてくれ。まずい。ダンテだ。また会えて嬉しい。うん、いい服だね。そんなことないでしょ。慌ててたからこんな格好のまま家を出ちゃったの。入っていいかな。寝てないの？ベッドを汚したくなくて。着替えを買ってきてあげたわ。父さんの財布から200ドルくすねてきたの。これでおあいこね。おあいこ？僕に借りなんてないだろ。言わなかったっけ？歴史のテストは絶対 A を取れたと思う。誰かにこんなことしてもらうのは初めてだ。こんな資格ないよ。そんなことない。どうして？当たり前でしょ。もし私が無実の罪で訴えられたら、兄さんなら私の味方になってくれた。でも兄さんが大変な時、私は助けられなかった。だからどうしてもあなたを助けたいの。どうしたの？君が来てくれなかったら僕は一人ぼっちだった。家族には会いに行けないの？お母さんとか。母さんは本当の母親じゃない。兄さんたちもあの夜言われた。本当の親のことは聞かなかった。ディーン、それは辛かったね。自分が死んじゃったみたいだ。もうどうでもいいのかも。どうでもいいわけない。今は傷ついてるのよ。どうしてわかるの？私も同じ経験があるから。本当よ。家族って一緒に暮らしてた人で決まるものじゃない。あなたが選ぶ人が家族なのかもって T シャツに書いてあった。いい T シャツだね。そちらは別のお客様のお部屋です。わかってる。中に娘がいるんだ。父さん、どうしてここが？ほら見ろ、この部屋は私のカードで予約されてるんだ。早くドアを開けてくれ。警察を呼ぶぞ。父さん、何してる？他に誰かいるのか？もしかして私をつけたの？どうやって？州外でカードが使われると警告の通知が来る仕組みだ。当たり前だろう。それより、なんでわざわざソルトレイクシティまで来てホテルで何をしてるんだ？父さんには関係ないでしょ。バネッサ、マッシュの二の舞になるつもりか。みんなに嘘をつき続け、挙句にのたれ死んで、ある朝死体安置所に運ばれるのが望みか。兄さんの死は自業自得だって？酔った相手に惹かれたのに。あいつは朝の4時まで遊んでたんだぞ。しかも薬を決めた状態で。違う、
そんな話はもういい。お前が家に帰ってくればそれで済む話だ。その前にトイレ行くけど。うん、早くしろ。何やってるの？見たらわかるでしょ。バネッサ、中で何してる？早く。おい。ここから逃げなきゃ。一緒に？ここで見捨てたりしないから。鍵がなくても動かせる？直結のこと、兄さんが一度。これじゃない、多分こっちだ。そんな。はい、911です。信じられない話なんだが、その娘が逃亡犯と一緒に逃げたようだ。運転ありがとう。いいって、運転するの好きなの。私も早くやればよかった、家出とか。僕も気分がいい、誰も気にしなくていいし。なんで早くやらなかったんだろう。ねえ、本当にカナダに行くつもり？うん、だってアメリカより保護地域が多いからね。毎日釣りやハイキングしたり、森で暮らすことだってできる。問題は入国だよな。兄さんの友達がアイダホフォールズに引っ越したの。あの人ならお金を貸してくれるかも。身分証の偽造にも詳しいし。アイダホ？そんな遠くいいの？どうせ週末は暇だし、着替えを買って公衆電話からトットに電話しましょう。タバコ取ってくれる？母さんもこうして思いっきり羽を広げればよかったのよ。もう手遅れだけど。手遅れって？ガン、膵臓ガンで死んじゃったの。医者は運が悪かったって言うけど、ずっと人の言いなりになってたせいだと私は思う。自分のことを顧みなかったから。お父さんがお母さんに辛く？家族みんなに。まさかユタまで追いかけてくるなんて。
お父さんは君のことちゃんと分かってないんだ。そう、絶対分かってない。あなただってそうよ。私が連続殺人鬼だったらどうする？君なら平気だよ。今頃大変よ。父さん切れまくってるはず。可愛い娘が車を盗んだんだもの。これまでにした一番悪いことは？好きな相手に嘘ついたこと。どんな嘘？どうだっていいよ。誰に嘘を？どうだっていいってば。そう、私にはしないでね。そのお兄さんの友達って本当に助けてくれるかな？あなたを助けるとは言ってない。でも私なら。おい、開けろ。ここで見つかったら終わりよ。あいつを追い返すか、時間稼ぎをしてちょうだい。開けるから。ふざけてないで早く開けろ。俺を待たせるな。ズボンを上げとけよ。すまん。いや、ガキのチャリ、あれは？ああ、あれか。ジョイスのこのやつを修理してたんだ。俺、少しでも彼女の力になりたくて。そうか。モデルからお前の工具とかを持ってきた。焼け残ったやつだ。ないと困るだろ。あ、ありがとう。まったく、牢屋より暗いな。ポール、悪かったな。あんなとんでもないことになるなんて。あの兄弟が俺から盗んだのはパンドラの箱だ。もしあれを取り戻せなかったら、俺の人生おしまいだ。で、モーテルもなくなって、この先どうするつもりだ、ポール。まさかばあちゃんみたいにこのまま引きこもる気じゃないよな。何か新しい仕事を始めてみようかな。そうだな、ガーデニングとか。転職か。俺が昔 FBI の分析官になろうとしたのを覚えてるか。大昔のようだな。事務仕事なんて。相変わらず可愛い猫ちゃんだな。クリータスがこいつの匂いを嗅ぎつけてみろ。大変なことになるぞ。お前も調子は良くなさそうだな。そうだ、コーヒーでも飲むか。持ってきてやるから座ってろ。初仕事の日、ウィルソン保安官にコーヒー係を命じられてな。毎朝ポットに入れたもんだ。この人うるさい男だったな。あの頃は世の中をより良い場所にしていくんだと思ってた。だが善人でいるってのはそう単純なことばかりじゃない。目の前にどっかのイカれたクソ野郎がいて、そいつが持ってるのが聖書だか銃だかわからないとき、お前ならどうする？
おいポール、お前に聞いてんだ。なあ、あの時俺がモーテルにいたのを知ってたんだろ。なんで俺を訪ねてみようと思わなかったんだ。人質の中に保安官の身内がいるとわざわざ思い出させてやるのか、あの血に飢えた三兄弟に。冗談じゃない。本当に大丈夫か。様子が変だぞ。人が来るとは思ってなくて。ああそうか。ああところでお前、ちょっと前に署に来てたらしいな。検察の連中と話してたのか。ああ事件のこと、モーテルやバスのことで何か覚えてないかって散々聞かれたよ。俺が正気を失ってたか確認したかったんだろ。いろいろ聞かれたからあまり。そうか。でお前はどう答えた。後から見れば別のやり方もあったんじゃないかって言ったよ。だがダンテ分かってるだろ。ちゃんと分かってるさ。お前は奴らの求めてる答えを返したんだよな。奴らバスで人質とメキシコに行こうとしたんだぞ。それを放っとくとでも言うのか。だがな、そのおかげで俺は風呂場で感電死仕掛けたんだ。クソ、もう今じゃみんなで管轄の奪い合いをしているんだ。FBI の奴らまで、ベッキーにまで嫌われてる。押し入ってきたホルト兄弟を受け入れたんだぞ。信じられるか。ああ。どれだけあいつに尽くしても一向に足りないらしい。なんて一週間だ。シャロンには報いを受けてもらう。どこに隠れていようと必ず見つけ出してやる。必ずな。わからないが、案外目と鼻の先に隠れてるのかもな。なぜそう思う。いや、ただなんとなくだよ。俺も同意見だ。念のため部下にあいつの家を張らせてる。保安官補だった頃シャロンと付き合ってたのは知ってるよな。ベッキーと別れろとせがまれたよ。まあ当時のシャロンはもっといい女だったがな。そうなのか。俺はお前の方がシャロンにベアと別れて欲しがってたんだと思ってた。いや違うぞポール、それはお前の誤解だ。知らないだろうがシャロンのやつイカれてたんだ。これまでいろんなトラブルを乗り切ってきたがあれは（笑）おい後ろだ。バカなやつめ、ハサミを捨てろ。檻に入るつもりはないわ。止めたいなら殺して。撃てないと思うなよシャロン。犯した罪を償ってもらう。私を追うのはそれが理由じゃないでしょ。でも渡さない。だったら俺は終わりだ。何も心配することはないわ。全額引き出したらすぐに新聞社にコピーを送ってあげるから。誰を相手にしてるのか分かってるのか。やめろ、あれは俺の金じゃないんだぞ。ポール、どうしてこんな真似を。
取引しよう。俺たちを見逃してくれたら帳簿を渡す。金のことは誰にも言わない。何を言ってるの、ポール。諦めたりしないわよ。帳簿は絶対渡さない。彼女に操られてるだけなんだろう、ポール。お前を牢に送ったりはしない。だから銃を渡せ。ベトナムの後、二度と銃には触れないと誓った。あんた知ってるだろ。ヒッピーみたいなたわごとはよせ。銃を渡せ。騙されないで、ポール。まとめて牢屋行きにする気だわ。そんな、どうして。二度と君には利用されない。失敗は一度で十分だ、シャロン。もう全部終わりだ。すまないシャロン、もう誰にも傷ついてほしくなかった。君にもだ。これでいいんだ。ユタでポルト家の少年が目撃されました。少女を一人連れており FBI が追跡中です。オーバって言い出して、ドットは怒ってた。でもここはお父さんの地元だし、お金持ちだから。まずいよ、ここは人が多すぎる。クローバーよ。何それ。頭痛に効くやつ。エクスタシーだと思う。やったことはない。君はないけど、どうせ父さんは薬中だと思ってるし、いいか。どう？どうする？あとはトットを待つだけ。私も触って。
ここにいてね。まさかお前が俺に頼み事をしに来るとはな。そう、いろいろお願いしたいの。ちょっと、助けてくれるの？俺次第だな。こっからだと。お前すげえでかく見えるな。何見てる？D、何してるの？知り合いか？だったら何なの？彼氏だよ。お前は？俺の家に彼氏を連れてきたのか？リン、私大丈夫だから。ほら、邪魔するなってさ。残念だったな。でも彼女がそう言ってるんだ。諦めな。思い通りにはいかねえよ。車で待ってる。今も最高の気分。リン、なんでついてきたの？平気なのに。お兄さんの友達って言ってたよね。実際そうだから。何回かデートしたことがあるってだけ。あなたに黙ってたのはなんとなくよ。あいつのこと好きなわけでもないし。でも二人きりにって。あいつの手を借りるためにね。まあ結局ダメだったけど。でもこれだけは取ってきた。じゃあ君はあいつと二人で。まさか嫉妬してる？さあね。そうかも。いい、順調なのね。でも心配いらないわ。兄さんの写真を探してって頼んだの。その隙にお金を盗んだ。それだけ。偽の身分証は？それは無理だった。あいつが要求してきたから。要求って？口で。ねえディーン、もういいでしょ。忘れよ。あいつはどうしようもないクズよ。あんなの相手にしちゃダメ。言ってくれれば。言うべきだったかも。そういえば高速からキャンプ場が見えたの。まだ気分いいし、そこで二人だけの二次会でもしない？ああ、
いいね。アイダホね、あそこはジャガイモだけの場所だと思ってた。だけではなかったよね。あなたは学校のみんなと違う。体格のいいアメフト選手や少し変わった数学オタク、未来のアメリカを支える農家志望もいるけど、そんな子たちと違って、なんていうか、なんか本物って感じ。そうかな。理由はわからないけど、あなたを見てるとなんだか幸せな気持ちになるの。安心できる。多分あなたを信頼してるのね。君に言わなきゃいけないことが。僕の本当の名前はジェイなんだ。そうなの。例の強盗に入った家はロメロ保安官の家だったんだ。家に行くまで知らなかった。そこに保安官が帰ってきて、僕らはルート66のモーテルに逃げ込んだ。あの家族なのね。ニュースでやってた兄弟の。僕はやりたくなかった。でも警察はそんなことお構いなしで。今じゃ全部僕のせいだ。怒ってる？そのちょっと驚いてる。なんで教えてくれたの？信じてくれるって言ったから。それに僕も君を信頼してる。誰よりも。ごめん、私。なんでこんなこと。謝らないで。でもただ話をするだけでもいい？うん、もちろんよ。先に聞けばよかったね。いいんだ。こうやって夜空を見上げてると自分がちっぽけに思えてくる。だから好きなんだ。物の見方が変わるから。僕らもちっぽけな創造物に過ぎないってね。もしかして神を信じてるの？7日間でこの世界を作って人間の罪を全て裁いてるってやつ。さあね。人間にはきっとわからないんだ。でも私時々思うの。その死んじゃった大切な人たちが天国かどこかにいるのかもって。あなたはどう？家族は天国にいる？知ってる人も知らない人も。きっと天国から僕らを見てくれてる。デールだって意地悪だったけど優しいところもあった。デールさん、マット、
寂しいよ。さあ寝ましょう。明日はカナダに行くんだから。え、二人？だって本場のメープルシロップを味わうチャンスなのよ。一緒に行くと決めたの。ね、ダメだよ、言っただろ。僕は FBI に追われてる。リン、あ、ジェイだよね。兄さんが死んで以来、ツーロックはまるで監獄みたいだった。父さんは私が新しい友達を作るのも、何か新しいことに挑戦するのも気に食わないみたいで、毎日監視みたいに見張ってた。いつもさっさと逃げ出したいって思ってた。でもできなくて、おとなしく制服を着て、おばあちゃんの世話をして、許可が出るのを待ってた。でも気づいたの、もう誰からも許可なんかいらないってね。これは私が生まれ変わるチャンスなの。もしかして来てほしくないの？もちろんだよ。でも本気？ねえ、一つ教えてあげる。私って相当頑固よ。わかった、カナダに行こう。うん、カナダに行きましょう。そっか、ジェイだよね。うん、ジェイ。いい名前。名字は何？ホルトだよ。ホルト家はツーロックで150年以上暮らしてる。ホルト家に誇りを持ってるのね。ずっと彼らと暮らしてた。本当の親は関係ない。結局僕はあの家族の一員なんだ。スーパス、エルンフィールド1281番地で目撃された少年は FBI が追跡中。武装している可能性もある。オーバー。